アメリカは日本と協力して、影響力を強める中国に対抗しようとしています。これは中日アメリカ大使のコメントによるものです。一方、北京はその経済力を利用して、世界中に政治的変化をもたらそうとしています。中日アメリカ大使は、日米間の経済協力は強くなっており、その中でも最優先事項の一つが中国への対抗策だと述べています。 日本とアメリカはお互いに最大の対外直接投資国です今年はまだ終わっていませんが私たちはまさに強力な立ち位置にいると言えますラーム・エマニュエル駐日アメリカ大使は中共政権は経済的威圧のトッププレイヤーだとし誰かの政治的な発言が気に入らない場合中共はその国に経済的圧力をかけると指摘しますその例として 大使は日本を挙げました日本は領土問題で中国からのレアアース禁輸に遭い韓国はアメリカのミサイル防衛システムを導入した際中国国での韓国製品不買運動に苦ししみました強制はしないと言っておきながら実際には経済的な市場へのアクセスを利用してその国の政治的変化を強要した例は1つや2つ3つどころではなく 世界中にたくさんあるのですそして誰もがそれに気がついたと思いますエマニュエル大使は中共の経済的威圧に対抗するために日本との経済協力関係を深めるようアメリカに働きかけています主な協力分野には半導体、蓄電池、エネルギーなどが含まれます日本はアメリカ企業が日本の工場でメモリーチップの生産を拡大するのを支援するために最大7億ドル 約945億円もの資金を提供すると発表していますそしてウエスタンデジタルコーポレーションやそのパートナーのキオクシアホールディングスのようなアメリカ企業がこの政策の恩恵を受けることになりそうです一方日本の複合企業であるパナソニックはアメリカでの新しい車載用リチウム4電池工場の建設にカンザス州を選びましたこの決定は バイデン大統領が日本でパナソニックの重役たちと会談した後に実現しました。NTD ジャパンがお伝えしました。